抗期ですね、反抗期。何だこれ。これはこっちにつけてください。で動かさないでください。あ、そう、はい、じゃあ近づかないって感じね、うん、はい、いいよ。はい、じゃあどうぞ。あれは入るの？頭、頭は、うん、音楽入らないので。いや、メッセージ。メッセージ？最初の番組の頭のアーキングと、うん、それは言わなきゃ。それで、待ってね。で、この後にすぐ入っちゃっていいんだね。あ、そう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 。いつも通りで。じゃあ、OK やって。はい、どうぞ。はい。アーキーこと、山川明作詞作曲のオープニングテーマ曲、おじいの嘆きとともに、シニアドリームライフの時間です。この番組は、まだまだ夢に向かって頑張っているシニアの、これからの夢や、これまでの体験、経験を語り、地域の若者、ジュニア世代に、やる気と希望を抱かせるトークと音楽のひとときです。今週もここ、宜野湾ヒルズ通り、FM 宜野湾スタジオからお送りしています。私はこの番組をパーソナリティを務めます、ヨッシー・アライこと、アライ・ヨシオと申します。今日も小一時間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それではいつも通り出演者から紹介しましょう。今週は第4週の月曜日ということで、はい、第4週の月曜日のレギュラーは、お二人いたんですけども、まずは、はい、琉球の琉球舞踊、いわゆる組踊りの大家で、国指定の保持者ですね、思っています。赤嶺正一先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ご無沙汰しております。今回は文化を語りたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、琉球舞踊、いわゆるとともに文化を語る。ね、はい、この文化についてはですね、高嶺正一先生は、日本でもね、数少ない、いわゆる国際的な賞、孔子文化賞というのをね、受賞してまして、これはまたね、本当にね、知ってる方少ないんですけど、なぜ少ないかというと、受賞者が少ないから、ね、例えば日本で言うと、政治関係だったら、いわゆる首相であるとかね、経済関係だったら、本当に日本のトップ企業の、ね、社長さんとかね、創業者。しかも取っていない。まあ、そういうね、賞なんですよ。沖縄の方で取ってるっていうのはあまり聞いたことないんでね。ですから逆に言うとあまり知られていないんですけど、それだけ格の高い、ね、賞を持ってます。孔子文化賞というね、孔子。まあ、そういうところから、まあね、踊りとか病気、病だけじゃなくて、文化を語るということでね、やっていただいてます。よろしくお願いします。はい。はい、そしてですね、もう一人第4週は、琉球古典音楽の伝道師の比嘉泉さんがレギュラーなんですけど、今日は都合でお休みをいただいています。ということで、その代わりではないんですけども、比嘉泉さんのいわゆる仲間、お仲間さんである、ミセス・オブ・ザ・イヤーの今年の受賞者、お二人が来ていただいてますんで、ね、自己紹介もしていただきましょう。まずは、ね、まずはどちらからいきますか。はい、妹さんの方の辻野桃代さんから。ピンポン、はい。はい、よろしくお願いします。はい。ミセス・オブ・ザ・イヤー、2024沖縄の、ファイナリスト、辻野桃代と申します。よろしくお願いいたします。はい、はい、ということでね、辻野桃代さん、はい。はい。そしてもう一人、ね、来てまいりました。はい、私も同じく、ファイナリストの比嘉磯子と申します。はい。私は辻野桃代の姉になります。よろしくお願いします。ということなんですね。だから、言おうと思ったけど、先言われちゃったけどね、この二人がね、辻野桃代さんが妹で、比嘉磯子さんがお姉さんという、はい、またね、また比嘉磯子さんは赤嶺先生もご存知だって言うんで。そう、もう10年前ぐらい、多分10年前ぐらいのお友達。いや、関東震災の頃ですよ。ああ、そうですよね。そう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 。その年だ。関震災？関西の関西じゃない、どっち、関東でしたよね。違う、関東じゃないです。東北です。東北、東北です。ごめんなさい。関東大震災、あの大正時代ですよ。大正すいません。東北大震災。私ちょっと分かりました。美人が来てるもんですから。っていうことですね。あ、その時なんか縁があって。あ、はい、もうあれだ、ずっと。はい、またね、磯子さんの方は、なんかいろんなね、アスリートもやってらっしゃって、はい。そうですね。はい。私はアスリート工房っていう陸上クラブの副代表をやってまして、子供は4歳から大人は78歳までのクラブ生がいる600人規模の陸上クラブをやってます。で、学童クラブが4校、あとは、
放課後児童デーっていうのが1個やってる。放課後デイサービス。そうですね。児童デー、放課後デイサービスでしょ。あ、デイサービスとはまた違うの。放課後児童デイサービスですね。そうですね。デイサービスね。はい。はい、ちょっとあの、いわゆる、あの、夏の、ちょっと、そうですね、学校の生活に、はい、あのついていけないような人たちを見るところですよね。養育するところですね。いわゆる発達、ちょっと多少障害。そうですね、はい。あ、そういうのやってるんだ。学童もやってます。学童ね、はい。主に浦添市と宜野湾市。宜野湾、那覇、南城、八重瀬です、ね。あ、幅広くやってます、ね。幅広くやってます。そうね、はい。浦添と工房っつうと、福田さん、はい、代表だってことで。そうですね、福田さんもね、赤嶺先生と。共通のお友達で。あ、そうですか。はい、彼らだからもう二十数年前から、彼が狭い頃からのお付き合いがあって、うんうん、まあ、その後にまたあの人材育成の会社をやったりして、うん、ね、またアスリートではシニアランナーでね、はい、記録も作ってありましてね。そうですね、はい、最近ではよくテレビに出る武井さんっていうのもね、はい、もうすごく稼ぎが勝ちたみたいな、うん、ね、彼らとやっぱチームを作ってるんですよね、はい、リレーチームね、はい、これで世界記録出したのね、シニアの。そうですね、最近では、はい。そうね、有名ですよね、はい。で、そこのアスリート工房でもやってるし。やってますね、はい。またもう一つ、ね、磯子さんは、はい、また別の事業も仕事もしてる。そうですね、去年からあの罪悪感ゼロで食べれる罪ゼロ弁当っていう、ちっちゃいお弁当屋さん。はい、どういう、なんか悪いことしてたのかな。残念のために罪悪感ゼロ。財産ゼロの罪ゼロとか言うことは言うんですけど、違いますよ。財産ゼロ、はい。罪悪感ゼロで食べれる弁当。むしろ体にプラスのお弁当です。そういうことらしいんで。はい、だから、赤嶺先生もいいかもしれません。はい、どうもですけど、今最近。先生、料理上手ですよね、赤嶺先生。あ、よく知ってる。料理も食べたことあります。あ、クリスマスパーティーにもお呼びして。もう、もてなしの精神です。そう、あ、すごい。フルコース。あ、もうぜひ。ぜひぜひ。ね、すごい。文化を語りましょう。先生には負けますけどね。はい、うちのあの、家内もですね、はい、先生のところで今、舞踊を習ってるんですけど、あの、終わった後もなんか、食事出してもらってみたいですよ。そうなんですよね。語りが喜んだ。もてなしが。すごい。罪悪感ゼロの、財ゼロ弁当屋さんもやってます。ね、食べてみたいですね。はい、ぜひぜひ。もうちょっとこう、口超えてるのにうるさいけど。はい、大丈夫です。大丈夫です。自信あります。はい、いや、そういうね。健康にいいの。健康にいいもの。もう食材、いい食材で作ったら自然と体にいいじゃないですか。お値段的には。お値段的には、安いお弁当が550円。で、上は850円です、ね。まあ、だから普通のあの弁当屋さんにしては少しレベルが高い。はいはい、内容的にいいということ。内容はいいね。そうですね。そうそうそう。店内に立ってる女性もいいんですよ。ああ誰ですか、誰が立ってるんですか。これ来てからのお楽しみなんですけど、日賀さんって言います。日賀さんって言います。はい、いるんですね。日賀さんが多いですね。はい。わかりました。はい。また、あの、妹さんの方は、はい、の方が、ミセスの方の、いわゆる発案者っていうか、あの、ね、はい、イラシッペなんですよね。はい、そうです。はい。はい。はい。ね、はい、そうですね、ということでね、はい、私が、はい、たまたまインスタで、はいはいはい、ミセス の、 あのインスタを見つけて、はい、あの普通 の、 あの主婦だった女性たちが、この3ヶ月、2、3ヶ月っていう期間、短いスパンで本当にどんどん輝いていくのを見て、あ、なんだ、年齢いくつになってもいろいろチャレンジしていいんだっていうのを見て、はいはい、ちょっと姉に相談して、ね、はい、一緒に出ることになりました。はい、今日はちょっと日賀さんがいないんで、あの、泉さんがいないんでね、音楽の方はどうしましょうか、ちょっと曲、後で。ね、後でね、入れてくださいね。はい。はい、じゃあ、ここでちょっと音楽聴きながら、ちょっと入れ替え、ちょっとね、あの、はい、ゲストの入れ替えをしますんで。はい。ということで、はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ、OK です。はい。ありがとうございました。もう帰ろう。はい。宣伝して帰るの本当ですね。ちょっと一回宣伝して。またね。はい。はい、はい、すごい。なんていうのかな、一で一に、一番の一に来るって書いてね。一来儀なのか、一期なのか、珍しい名前なんですよ。どういうやつか。なんて、おそらく沖縄の人じゃないみたいですよ。あ、そうですね。ね、はい、まあ、その話もまたしますね。はい。はい、ここでいいのかな、ここでよろしいですか。はい。で、ちょっとマイクをこれにさしてもらおうか。さして、なるべく前に来てね。前で。はい、じゃあ、OK、続けていいですか。はい、ちょっと1分だけ伸ばします、OK、うん、今行きましょう。じゃあ CM 明け終わりのあれで行きます。はい、どうぞ。はい、それではですね、今日のですね、第2弾と言いましょうか、ゲストの第2弾なんですけどね、はい、ちょっと遅れてやってまいりました。はい、ミセスオブザイヤーの受賞者、ね、市木さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。市木さん、下ははい、市木たまみと申します。たまみさん、はい、たまみっつうと
玉は、あの、出水ですよ。そうです。真珠の珠ですね。なんですよね。この玉見はですね、私の、まあ、子供じゃないんだけど、孫なんですけどね。はい。玉見って言うんですよ。ああ、そうなんですか。同じですよ。同じ出水。だから、普通ある玉見って読みづらいけど、はい、僕は、だから、孫に同じなんで、読めるんですよ。ね。はい。一期ってのもって珍しいですよね。そうですよね。はい。どういう、なんで一期なんですよ。なんで一期ってことないけど。沖縄にはいないけど、多分。そうですよね。はい。どっからいらっしゃるんですか。私は横浜市から来たんですけれども、横浜。はい。夫が、の、なんていうんですかね。その一期が鹿児島みたいで、うん、夫は大阪出身なんですが、はい。家系が鹿児島なんでしょう、ね。鹿児島で、はい。あなたもともと横浜で。そうです。どこでその、旦那さんとは一緒になったんですか。そうですね、横浜にいるときに、はい、このいるときに、はい、私の親友から紹介を、はい、されました。そしてまたなんで今沖縄なんですか。はい、夫がずっと、まあ、会社で働いてきたっていう感じだったんですけども、もっとこう自分が本当にやりたいこととか自分らしい生き方をしたいみたいなところで、でこの生き方を変えたいっていうのがずっとあったんですけども、なかなかその、きっかけがつかめなかったっていう時に、うん、まあ、旅行でたまたま行った沖縄。旅行でたまたま行った沖縄に。ここだってなって。たまたま来ちゃったんですか。そうです。で、旦那さんは。夫が沖縄に住みたいっていう。旦那さんも沖縄に住みたいと。そうなんです。それまでの仕事も辞めて。そうなんです。こっちで出直してるんですか。そうなんです。いや、でも、先に仕事が沖縄にできてきたのとは違うの。じゃなくて。違うんですよ。沖縄に職務求めて。そうですね、まあ、全く違う生き方をしたいということで、うん、今まだ模索中なんですけども。模索中。はい。そうね、はい。ということで、また、ミセス・オブ・ザ・イヤーの出会いは何ですか。あ、ミセス・オブ・ザ・イヤーとの出会いはですね、私が、で、夫とですね、沖縄に去年、移住をしたんですけれども、はい、うん、沖縄の糸満にですね移住をして、2ヶ月後に FM タマンさんとご縁がありまして、はい、そこでラジオパーソナリティを夫婦でやるっていうことになったんですね。はい、たまたま、たまたま、はい、で2人で、まあ、FM タマンで2時間のラジオ番組を持ってるんですけども、そこに笑ってもいいとも形式で、私たち縁もゆかりも知り合いもいない状態で沖縄に来たので、うん、お友達が欲しいということで、はい、どんどん友達を紹介していってもらうっていう形でですね、はい、ゲストをお呼びして、あ、そのラジオを利用して、そうなんです、 FM を利用して、はい、はいはいはい、でその中流れで昨年のミセス・オブ・ザ・イヤーのグランプリの方が糸満にいらっしゃって、でその方がその方が私たちのゲスト番組、番組にゲストとしてたまたま、はい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 、いらっしゃるっていう流れがありまして、うん、はい、で、どんな大会なんだろうということでですね、はい、でそのたまたまどんな番組か、あ、大会かなっていうのをこう調べていたら、はあ、その説明会が、うん、2日後、3日後にあるっていうので、はあ、でちょっと行ってみたっていう感じだったんですね、はい、行ってみて、行ってみて、あ、すごい面白い、はい、楽しいなっていうのと、本当にこう事務局の皆さんがすっごい明るくて、うん、はいはい、いい方たち で、うん、で沖縄にお友達が欲しかったので、うん、すごいなんかいい友達ができそうだな、うん、みたいなので、はい、その流れで、はい、なるほどね、いう感じ。ちょっともう、沖縄はその沖縄の何を気に入ったんですか。私ですか、夫ですか。両方、2人。自然と、あとはやっぱり人柄ですかね。うん、はい、自然いや、ネイチャーね、この自然、その自然と人柄が光る。だからそのね、今の自然という言葉が、ね、うん、難しいとこですか、はい。いわゆる自然ね、海とか山とかいう自然とともに、はいはい、それと自然と人柄にも惹かれたと。そうです。ということですね、はい。それで沖縄に住みたいと。はい、それでその自分の生活圏を広げる人のつながりを持つために、でこれ FM じゃ、これじゃ食えませんよね。そうです、うん、はい、仕事は仕事で探したんですね。私はですね、もともとオンラインでできるコーチングですとキャリアカウンセリングの仕事をしてたんですね、うん、なのでそのまま、まあ、こちらに来てもうそれをやっているというような状態で、以前からそれやってて、そうですね、それで、まあ、オンラインでずっとやって、はい、それはそれで何とか収入があったと。そうですね、うん、はい、
で、旦那さんはこちらで仕事探した。夫はですね、未だ模索中という感じですね。待てよ。あなたの仕事で生活が成り立ってるんですか？そうですね。一応、まあ、貯金と私の収入とで、まあ、どのぐらい沖縄来てどのぐらいなんですか？ちょうど1年半ぐらいですね。1年半もね、その、たもみさんの、そのね、やる、まあ、コンサルっていうかね、はい、うん、それで、旦那さんは仕事はしてないんですか？ですね、本当に今まで、まず、大企業のサラリーマンっていう感じの人だったんですね。で、まあ、その役員秘書みたいな感じの仕事をしてて、周りから求められることにうまく応えていくっていうのがすごく得意で、それでこううまくこう出世していける感じの人だったんですね。なんですけど、それをやっているうちに自分が何をしたいのか、そもそも自分は何のために生きているのか分からなくなってきてしまったっていうことがあったのと、あとちょっと難病指定の病気にかかってしまったっていうのもあって、病気にかかった。はい。で、まあ、ちょっと人生をリセットしたいっていうのもあったので、まあ、去年は結構ゆったりと、体、いろんなちょっと体の病気が出てきてたりしてたので、まあ、それを癒す時間みたいな感じだったんですけども、まあ、そんな中で、今はですね、なんていうか、自給自足じゃないんですけど、人が自然と調和して生きる生き方、持続可能な生き方っていうのを模索してまして。模索中ですか？はい、そうなんです。で、糸満にある農水園というですね、無農薬無化学肥料でできたサンゴの土で作る黒糖が有名だったりするところがあるんですが、まあ、そこでちょっと週1日農業のアルバイトをしてみたりとか。アルバイトしてるんだ。あ、そうですね。まあ、あとは、なんかちょっと記事を書いて、見たりとか、なんか新聞会社とかそれに投稿するんですか？ですね、最初はですね、無職新聞っていう新聞を見つけてきまして、無職のための無職による、そういう新聞がある、はい、なんすかな、そこに投稿する。それを、はい、書いてたりとかして、キャリアブレイクっていう、そのキャリアを一度こう、お休みすることで、それがその無職ってすごく悪い響きみたいに聞こえるけれども、まあ、結構海外では当たり前にね、あったりとかするんですけれども、そういった中でこう今までの自分の生き方を見直したりとか見つめ直して、本当はどう生きたいのかっていうのをこう模索するとか、キャリアをチェンジしていくみたいな、そういう時間を持つみたいなね、ことを、まあ、応援している無職新聞っていうののライターを最初はやってまして、はい、それはまあ、はい、ある意味で趣味で書くことできる、それで収入はなりませんしね。そうですね、しかし、失礼ですけど、旦那さんおいくつでしょうか？今年50になります。50ね、はい、もうまだまだ働かない感じ、はい、はい、と思うんですけどね、はい、まあまあ、そういう生き方は素晴らしいし、 できるから素晴らしいんだけどね。まあでも仕事っていうのは何でもやってみないと分からないところあるしね。そうですね、うん。何でもやっぱりチャレンジしてやってみて、はい、まあ今の時代はいろんなことやって、どんどん仕事変えても僕はいいと思うんですよ。合う仕事をできるまでね、はい。しかもそういう形で新しい人生を求めにやってきたんだったら、まあ、そういうチャレンジっていうのも必要じゃないかと。そうですね、うん、食べず嫌いだったらいつまでも食べず嫌いで終わっちゃうんだね。そうですね、うん、はい。とは思うんですよね。というのはやっぱりね、一大さんがね、一期です、ね、一人の生活、ね、はい、稼ぐだけじゃちょっと寂しいんじゃないかと思って、ね、ありがとうございます。旦那さんも早くこう、ね、収入が入るようになって、そうですね、と思うんですけどね、はいはいはい。ということで、ちょっとね、はい、なんかプライベートのこと聞いてもらうんですけど、はいはいはい。はい、ということで、はい、赤嶺先生、はい、今の話聞いてどうですか？豊かになるにはどうしたらいいんでしょうね。豊かに。私はやっぱ文化でね、いつも癒されて、まあ皆さんも癒してるように。だからなんていうな、芸術文化は心をいつも癒して、僕はいつもそういう話をしてるんですけどね。今日もこれを語ろうと思って。赤嶺さん、今日の、はい、文化を語る。はい、はい、私が文化にすごく目覚めたのはですね、ある著書に2、30年前ですかね、戦後の沖縄は文化を主要に掲げ復興に努めた。そこからものすごく燃えてですね、自分の造語に文化を心を豊かにし、文明を生活豊かにする。文化の中に文明あり、高度な文化、高度な文明を
作り上げるということで、もう最近はあまりにも高度な文化が進化しすぎてね、まあ地球上のちょっと温暖化とかなんとか、それは私はもうこの文化で癒してやろうと毎日日々頑張ってるんです。研究もしてるし、だからそこからね、文化とは何ぞやって、文化文化とは本当あなたが文化とは何ぞやって、いや僕はそうなんですっていうように答えますけど、文化はね、人間のその精神の働きによって地上に作り出した無形有形のすべてで、学習によって伝承されていくもの。して、特にその物質的所産を文明というのに対し、精神所産を文化という。じゃあ、文明は生活を豊かにするって言ってるんです。人間の生産技術や意識が進み、高度な文化を持った状態を文明という。文化が特に精神的なものを指すのに対し、文化の物質面が豊かにあった状態を文明という。だからね、最近もそういうことを勉強したもんですから、二宮金次郎が、心の田畑さえ開墾できれば、世間の荒地も開くことも難しからずってあるんですよ。私はその意味が何か言わんとしてることが分かるようになったんです。そこから、皆さんよくカルチャー、うんぬんって言いますよね。カルチャーショックを受けましたとか、なんとかって言うんだが、僕もそういう疑問持っているもんですからね。じゃあカルチャーって何だって言ったときに、僕はいろいろと頭の中に入ってきたのが、カルチャーの語源の由来。カルチャーは耕すを、意味するラテン語に由来し、はじめは土地を耕す意味で用いられていたが、英語に入り、心を耕すことの意味で用いられるようになった。そこから教養、文化も用いられるようになったっていうことあるんですよ。だから、ルネサンスもそう。ルネサンスは15世紀のイタリアに始まり、16世紀になると、西洋全体に広がるわけですね。それは何かというと、学問、芸術、文化上の革新運動とあるんですよ。文芸復興。だから文化っていうのは大事だねっていう、僕らはね、ずっと文化で、こういう、僕のこの沖縄かぶだん、初めて見えますよね。はい、私たちこれ、世界中駆け回ったんですよ。まあ、うちの首相を亡くして僕はもう30年になるんですけどね。本当に中南米、北米、ヨーロッパ全土、でアフリカはアルジェリア、チュニジアまで行ったんですよ。そこでうちの首相が、もう最近これまた私、よくね、魂が魂を呼びて、このすごい名言を、最近僕紐解いてね、こう書くようになったんですよ。で、それを僕は今、芸術のスタイルや表現方法は異なっていても、民族が作り出した芸術文化は国境や言葉の壁を越え、人々の魂を呼び、心が心を打つのだと、沖縄が世界に誇れる文化遺産を持った特殊な国であることを世界に証明した数少ない詩、宮城実、忘れてはならないって私は最近ずっとあるんですよ。もう30年になります。亡くなるから。で、それを、流下でね、詩の義芸ぐくる我が身赤がらち、折がくがに技を打ち打ってらっしゃって。僕はもう本当に世の中を照らしたいわけですよ。だから、僕は世界中から訴えたいです。もう最近京都でも講演したりしてきて、世阿弥の何を言わんとしてるかにも紐解いて、今そういうことを仕事やってるんですよ。大変ですよ。世阿弥は13世頃かね、今熊野神社っていう、京都の東区にあるんですけどね、まあ、これもお友達で、そこにあんな狭いところにね、
猿楽をね、お父さんと一緒にやって、それをご覧になった、足利が、吉光が、もう惚れ込んでね、庇護するようになったんですよ。それで何十年もこう、書き物したり、そこから一生懸命やってね、能楽の発祥地になったんですよ。そこで私たち行って、すごいね、こう、こんな狭いところにね、案内して、能をお作りになったんですね、ということを感動しました。っていうことは、やっぱり文化なんですよ、彼も。だから今、ひもとくって一生懸命やっています。まあ、能楽からね、いわゆる日本内地の方では歌舞伎になり、沖縄では組踊りになるっていう、組踊り、そういう元はやっぱりあっちにあるわけですよね。そうそう。組踊り、組踊りは、能と歌舞伎の中間を行くが良いと私書いたんですよ。まあ、いいところだってね、おそらく歌舞伎より、能よりもいいところがあるのもある。僕はそう思っています。だから先人たちのすごい頑張り方にね、僕はとても感謝してるんですよ。だから残さないといけないって、世阿弥のように全部いる、今書き物ばっかりやってます。一木さんはまあ、あれですよ、組踊りっていうのもまだ見たことないでしょ。そうですね、はい。見せないからね。はい。ぜひ、お能に近いですね。まあ、能は面をかぶってやりますけど、僕らのセルフガンですよ。だから歌舞伎のような感じもあるし、大きなくらいの、まあ、いわゆる琉球舞踊っていうのはもうどっちかというと、まあ、ポピュラーっていうか皆さん知ってるけど、うん、まあ、それも本当に古典の昔からずっと続いてる踊りと、まあ、さっき言った日本でいうと歌舞伎みたいなもんで、うん、踊りと芝居が一緒になったんですね、はい、これもね1069年薩摩が侵略してね、それから江戸上流、1632年かね、強制的に江戸上りがあるんですよ。したら沖縄の先人たちはもうすごい、なんていうの、漢文、頭すごい勉強してるんですよ。日本も相当か影響されてますよ。感化されてるのがいっぱいあるんですよ。だから次はこれ語ろうと思って、僕は名古屋方ね、はい、あなたにね、今日話しようと思ってたのですよ。荒い白石って。わかりますか？荒白石わかりますよ。すごいですよ。まあ、日本国の地図を作った人ですよ。そうそうそう。その人とね、すごい意見があってね、あ、そうです、彼を相当勉強したんですよ。学者ですよね。ええ、ええ。江戸時代の学者。僕はね、今日これ語ろうと思ってたら、これ見てしまったもんだから、あ、これは今日語ったっていけないねって、もう少し勉強して、積み重ねてね。来月か、再来月ぐらい語ろうと。名古屋方すごいですね。じゃあ、この辺でちょっとね、一曲入れますんで。はい。はい、先ほどもね、一曲入れたけど、今日は、比嘉泉さんのね、日なんで、比嘉泉さんの曲をもう一曲入れましょう。OK? はい。じゃあ、行った手で。はい。はい、行った手で行きますね。あと何分？今、34なんで45分まで、15分ぐらいですね。あと11分。15分ぐらい。あと15分、はい、まあ、45分までなんですよ。なので。45分ちょっとあと10分。あと10分しかない。11分ですね。11分。え ?11 分。45分。これが45分までって。うん、時計が。3分前ってこうやってやりますね。3分前です。はい。あれ連絡して。はい。じゃあ行きます。ということで、また戻しますんで、次また赤見さんの語りの続き。ちょっと待って。いや、マキシコ中さん知ってるかね。え方言いろいろ入れていい？いいですよ、はいはい。じゃあ、彼が、すごい大役者がいたんですよ。もう、7、8年で亡くなったんです。その人がいっぱいいろいろ語ってるの。僕も、ちょっと取り方。はい、じゃあ CM 明け、どうぞ。はい。2曲目聞きましたけど、うん、はい、赤嶺先生。はい。先ほどの続きですけど。もう、まあ、続きは、次は役者のですね、はい、マキシ・コウチュウさんってもう皆さんご存知なんですよ。すごい。いわゆる芝居師。芝居師っていうのも大役。一般的にそういうけどね。方言で大役者って大役者なんですよ。はいはい、その人がね、僕によく呼ばれて、うん、すごい歴史勉強なさってね。でこの人語るとき5時間語るんですよ。だからみんな聞ききれないもんですから、うん、あまり行かないんですよ。私は率先して、先生のお話を聞くようになって、それが一番耳にあるのがですね、はい、彼が、ええ、あかんみって言うんですよ。
正一君っていうね、ええあかみで、もう方言、いろいろ方言、はい、やったり、山とこっち行って、うちなぬや、読み人知らずにはね、万葉集に出てくる殿下に、殿下と比較してもね、遜色のない歌いっぱいあんどって。龍歌。龍歌ですね。たくさんあるんですよ。はい、読み人知らずが。それをね、万葉集と、うん、君が行く道の長手を送りたたね、焼き滅ぼさん天の紐が持って。というの。はぁ、万葉集の時代から龍歌があったってことね。あるんですよ。だっておもろってこの間僕語ってましたでしょ。うん、昔の沖縄の人々が文字を持たない、はい、ね、頃にできた、大和の、はい、古事記、万葉集にも、はい、相当する沖縄のすごいがあるって、これで語りました。もう一度語りましょうね、はい、ということでね、これは万葉集よ。君が行く道の長手を繰り立たね、焼き滅ぼさん天の紐が持って、これもね、女性が書いたんですよ。で、女性があなたとね、お会いして、あなたの帰る道のりの長いことよ。それを手繰り寄せてね、畳のように積んで、天、焼く滅ぼす天の日はないのかねって。これも長いんですよ。これ、もう本も大きい、厚いし。で、そのくらいにして、それがね、と、うちなあぬやって、これもね、またうんななびって沖縄の女性が書いた詩があるんですよ。女だけあがたって、うん、女だけありますよね、はい、女だけあがた、里岩丸島、無因牛抜きって小型なさなって、この大きな山をね、どけて、向こうには自分の彼氏の村があるんですよ。山を のけてね、そこにもなそうという、これを彼が、こんな壮大なだと、これも女性が、女が書いてあるよって。なるほどね。山を押し抜けて、ここに持っていこうっていう。これいつ頃の龍歌ですか？まあ、相当長いですよ、これも。はい。まあ、沖縄のね、文化っていうか、うん、石木さんはまだ来て1年半ぐらいなんだけど、やっぱり沖縄の自然と人が、まあ、好きでっていうかね、うん、とってもいいと思って住み着いてるんだ。その元は文化なんですよ。うん、ね。もちろん自然と文化は共通するんですけど、そういう自然と文化があって人がいるわけなんだね。だからそういう、まあ、自然については、まあ、そこの地域に行けば見れますけども、ね、あるいは勉強できるけど、文化は文化でまた勉強しないと、ね、分かんないわけですよ。で、文化を勉強することによって沖縄人っていう人が分かるわけです。人柄が。ということでね、いろいろ文化も勉強してほしいなと。はい、ね、先生、はい。歴史をね、やっぱし歴史を学ぶことは自分の座標を確認すること。末端までやらないと。だから私は、スサノオノミコトとかね、アマテラスオノミ勉強するんですよ。和歌がどういうふうにできたかということね。そういうふうに。したら沖縄がまた紐解かれるんです。いっぱいあるですよ、そういうの。大和からの影響を受けたのもね。それも、この FM でずっと語っていこうと思って。このコーナーで。そういう。どうですか、石木さん、なんか。うん。感想というか。そうですね。いや、難しい。和歌とかって難しいですけど、いろいろ勉強していきたいなと。沖縄の文化っていうの、なんか、まあ、垣間見ると思うんだけど、はい、うん、なんか感じることありますか？あ、そうですね。泉さんにそれこそ三線を教えていただく機会があったりとか、うん、エイサーがすごく主人も私も子供も好きで、あ、はい、よく見に行ったりとか、まあ、子供は学校で教えてもらって、うん、もう踊ったりとかしたりもしてるので。エイサーっていうのはもともとはどういうところからエイサーっていうのができたんですか？あれはね、人、お嬢さん何だったかな、うん、お寺があるんですよ。だこれちょっと忘れたけど。おろくにあるお寺なんとかね。おろく、うん。うん。マジによ。なんとかね。とにかく、ヤマトからこれも影響あるんですよ、こういうエイサー。だけど太鼓はね、人間と共に発生するんですよ。アフリカからね、だん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 して、もう太鼓で合図したりいろいろある、うん。人生の発生と共に太鼓も発生してるんです。それがやっぱ内地の影響じゃないかなと思っているんですけど、これ次また勉強してみる。あと言われると、ちょっと。
まあ、エイサーにもエイサーにもまた歴史があるはずだから、ね、ありますよ、うん、あの沖縄の踊りはなんていうかね、やっぱ神、僕らから舞とは祈り真意により世の人々の癒しを放射する、うん、僕は大きな大役を授かっているというんです、うん、だから僕は龍華に宇宙ゆるくばちうとじさるのばや我が心まりんくがになよさって、世の中をね芸術文化で癒して皆さんのこの喜びの顔を見るでしょ、自分の心が光り輝くようだって、うん、逆にこういう、なんか例えばあのうちなぐちね、もう少しずつ覚えてもらってやっぱりそうです ね、これから沖縄に長く住んでくれると思うんで、はい、ね、はい、これまさき僕は大和口で書いたんだが、ここに日本語入れたり内縄口入れたりしてね、こうバランスよく語ってるわけです。難しいですよ。で、チキさんがまたあのね、ビジネスオブザイヤーで全国大会に行かれる、ちょっと悩み中、はい、悩み中なの。あ、そうね、ぜひ行ってくださいよ。そうですか、せっかくですからね、はい、一応あの賞もらってるんで、受賞者なんで全国大会に行く資格があるわけですよ、うん、で今日さっき言ったお二人はもう全国大会行くって言ってますね、はい、で、市木さんの同じプレシャスですか、はい、そうです、うん、プレシャス部門ね、はい、あの二人もプレシャス部門、そうです、同じ部門、ね、先ほどの時は兄弟なんですかね、そうです、うん、はい、プレシャス部門っていうのは43から49かな、以上60ぐらいまで、そうですね、59歳だった、59歳まで、はい、のそういう幅広い年代の女性のコンテスト、うん、はい、その受賞者なんで全国大会もぜひ沖縄代表で、はい、ね、もともと沖縄じゃないけど沖縄代表になって、ね、はい、行ってほしいですね、うん、まあ、沖縄本当にあの内地から来て移住した方が多いんで、はい、まあ、私もそうなんですけど、あ、そうなんですか、私も43年になりますから、あ、どちらから、すごいね、43年、もう荒井っていうのね、荒井って名前から見ても、ね、沖縄の人はもう名前でわかるんで、うん、そうですよね。若峰さんはもう根っからの若峰さん、沖縄ですから、ね、荒井って言ったら村上そこにいないんで、これはもう内地屋なんです。そうですね。一木さんなんか全くいないから。一木ならね、いますよね。一木はそこそ。だから発音でね、今日も聞いたんで、一木って聞こえるわけさ。一木、ね、なんですよね。そうです、難しい。あ、よく間違えられます。意識、意識ですか。一期です。一番の位置に来るって書いて。一期、一期、ね。まあ、おめでとう。もう分かった。はい、ありがとうございます。なんかあの、そう、あと時間ないんですけど、はい、メッセージを。メッセージ、まあ、せっかくラジオ来てんだから。そうですね。はい。はい、そのミセスオブザイヤーで出会った、はい、横浜の先輩であるミスミさん。うん、はい、がラジオパーソナリティもこちら務めてらっしゃるっていうことを聞いていて、うん、すごく人としても文化も沖縄の文化もとっても大切に愛されてこう広めていらっしゃる泉さんのことすごく、うん、尊敬しているし、はい、慕っているので、はい、そんな素敵な番組に読んでいただいて、はい、今日はありがとうございました。だから全国大会出ていただいて、その報告に来てほしいですね。ということでね、今日またもう、あっという間に時間が来ちゃったようなので、はい、今日は音楽の泉さんはね、方は今日は生歌じゃなくて、ね、今日は番組の方はちょっと欠席してるんで、ね、CD の方でまたエンディングを流してもらいますが、ね、聞いてお別れしましょう。じゃあまた来週聞いて、